千原悦子です。メディアアーティストと自分で勝手に妄想監督と名乗って活動しております。私は主に日本的な伝統とか、民間風習とテクノロジーを組み合わせて作品を作っています。この川島商店街という場所は、私が会社を辞めて独立した直後に東京行燈祭という地域のお祭りのアートディレクターをやってほしいというご依頼をいただきまして、変なテクノロジーが集まったお祭りというのをやらせていただきました。で、私のセクハラインターフェースという作品もせっかくなので今回出そうとなりまして、すごくナンセンスな作品なんですけど、大根が4本並んでるんですね。人が触ると生みかしくあえぐという、そういう作品です。もともとテルミンっていう楽器があるんですけど、女性の愛行絵っぽい音が出てるんですよね。でもだったらちゃんと愛がせようって思って、初めに愛具テルミンとして作って、で見た目も女性の生足そのまんまみたいなものを作ってたんですけど、これちょっと見た目をどうにかしろと展示をしようとしたと注意が入りまして、でその代替品を探している時に大根が思い当たりまして、これだ、フォルム的にもこう女性の生足っぽい、日本の農村的なイマジネーションと近いなと思ったので大根で安定しました。結構アート業界というよりはテクノロジーとか IT に詳しい人たちに見せていたんですけど、みんなすごく喜ばれました。お祭りとかもうおばあちゃんから子供までいろんな人がいるので、大丈夫かなって見てたら、おばあちゃんが数人話してて、ちょっとあそこにね、触ると喋る大根いるのよって言ってて、ちょっと嬉しかったです。神社は私が会社員の頃に通勤していた場所の一番近い神社で、会社を辞める時とかにうまくいきますようにってお参りをした覚えがあるので、すごく思い入れがある神社です。私は結構日本の伝統とか神社仏閣のエピソードとかを参考に作品を作ることが多くって、なのでいろんな地方の神社を巡ることが多いです。具体的に何かを知ってってこともあるんですけど、神社の雰囲気みたいなものを感じながら何かインスパイアされるってことがとても多いです。日本人の宗教観ってすごく緩いなという感じがしていて、神社であっても神仏融合って言って、仏教の装備が散りばめられていたりとか、アニミズムという考え方がありまして、万物に生命が宿るっていう考え方があって、多分日本人は割とそういうものがプリインストールされていると思うんですよ。作品の中で両方一緒くたに扱っています。自分の実の祖母は亡くなったんですね。近親者の葬儀っていうものに行ったんですけど、初めてその時に、装飾的なデザインというよりは精度のデザインがすごいなって思ったんですよ。まずお葬式に行って、祖母の遺体が火葬されて、なんか物理的にもう祖母がいないんだなっていうことを確認できる作業になったっていうのと、あとは四十九日っていう考え方が仏教にありまして、死者が亡くなってから四十九日間だけ地上にとどまっていて、で、その間にこう遺族がこう定期的に集まってお坊さん呼んでお経を唱えたりっていうのをしていく中で、だんだんこう心理的に死者と離れていくというか、そういうものがとても理にかなっているなって思ったのと、あとその時ちょうど私がペッパーのアプリをデザインする仕事をしていたので、こういう人型ロボットとその弔いの制度を結びつけたら何か新しいものができるんじゃないかと思って、弔いについての作品を作り始めました。足が地面についてるって素晴らしいですね。いや、体ないって結構いいよ。ちょっと待って仕上げるから。簡単に言うと、まだ誰かが生きているうちにその人の顔とか声とか仕草っていう身体的な特徴を収録しておいて、でその人が亡くなってしまってからも家庭用ロボットにそのデータを表示させて、
疑似的に四十九日間だけその人と一緒に過ごせるという作品です。はい、じゃあもう喋りたいことは喋り尽くしたので、ちょっと残念なお知らせなんですけれども、1年ぐらい私はすごくお祭りとか妖怪に興味を持っていて、 ISID のラボという、まあ、面白い組織の 方々と、まあ、生ハゲをテーマにした作品を作っていました。もともとイノラボはインバウンドという、まあ、オリンピックに向けた外国人誘致の施策というものをいろいろやっていたので、まあ、そのお祭りというものとインバウンドを組み合わせてプロジェクトにできないかというふうにご調整いただきまして、で始まったプロジェクトです。生ハゲイン東京という作品で、まあ、秋田県男鹿市にある生ハゲ行事というものを、まあ、現代版に、まあ、解釈し直して、生ハゲは持っている機能というものを、まあ、都市に翻訳するという作品を作っていました。秋田県男鹿市の生ハゲ行事っていうのは、まあ、その集落にいる、まあ、怠け者とかそういうものを戒める神様として信仰されているんですけど、東京の生ハゲの場合はそれはソーシャルメディアでやろうということで、その土地の悪い子のデータっていうものを監視カメラからこう吸い上げて、まあ、悪い子ポイントみたいなものがたまった人に対して大晦日に都市の生ハゲは制裁に来るというシステムの作品です。世界中にばらまいていて、ちょっと東南アジアの人がすごい食いついているんですよ。タイとかインドネシアっていうのが割とこう若者が、まあ、土着の信仰とかそういうものとテクノロジーとかトレンドを結びつけるっていうのを割とやっているみたいで、そういうメンタリティが表明してもらえたのかなと考えました。もともとデジタルテクノロジーが好きだったところに ICC っていう美術館、メディアアートっていう分野に触れて、まあ、インタラクティブな仕掛けで体験できる作品っていうのをその時初めて見たので、あ、これは面白いな、自分もこういうのを作りたいなと思って作り始めました。その頃日本の性文化にものすごい興味を持っていた時期で、日本の、まあ、セクシャルなミュージアムみたいなものに行ったり、なんか日本的な性表現っていうのはすごく独特だなと気になってまして、なんかむしろこういうものが日本的なメディアアートなんじゃないかなって思って、まあ、そういうナンセンスな、まあ、テクノロジーアートを作ろうと思って作り始めたのがセクハラインターフェースという作品でした。ロボットとエロの作品でものすごく、まあ、大炎上したことがあったんで、弔いとロボットを組み合わせて新しいものを作った作品もいろんな人に怒られるかなって思ったら、意外と好意的に受け止めてもらえることが多くって、まあ、実際に身内をなくしたという方から作ってくれてありがとうと言われたりでびっくりしました。メッセージみたいなものを意識して作っているわけじゃないんですけど、一貫しているものがあるとしたら、まあ、現代社会でこう、まあ、タブーとして臭いものに蓋されているものって結構あると思うんですけど、でも性もそうですし死もそうなんですが、それって人間というか、まあ、生命にとってものすごく根本的なことで、本当はものすごく身近にあることなのに隠蔽されていることをもっと身近にしたいとか、ポップに世の中に出したいなと思って作品を作っています。マリビトという言葉が好きです。マリビトというのは折口さんという民族学者が提唱している概念なんですけど、異邦人とか、まあ、外部から来た人っていうような意味合いです。で、日本人っていうのはずっと外部からやってくる人を神
のようなものとしてなぞらえたりするっていう風習がありまして、であと私は結構あの弔いの分野に行ったり、まあ、性の分野に行ったりいろんなところに顔を突っ込んでいるんですけど、それもある意味その分野の人からしたら異邦人でまれびとだと思うので、まあ、そういう、なんだろう、外部の人から見た違和感みたいなものを大事にしていきたいなと思っています。